とは幹事社質問に入ります。先ほどお話出ていましたが、広島市の松井市長が被爆建物の旧陸軍被服支廠について、できる限り全棟を保存してほしいと県に伝えたと発言されましたが、その発言についてどのように受け止めているか、またどのように広島市に検討したのか伺います。さらに、県が募金などによって資金集めを行う場合は協力するとも発言がありましたが、広島市と財政面の話や具体的な資金集めの方法について話し合いを持たれる予定はあるのか伺います。はい、被服、旧被服支廠ですね、これ一棟保存以上を解体という県の対応方針案は、これは平和であるとか、あるいは建築といったですね、今いろんな分野の関係者、また専門家の方々からご意見をいただいて、また経済性の影響といったことも当然考慮に入れて、総合的に勘案してですね、そして国や市などの関係者のご意見もお聞きしながら取りまとめたもので、ございます。でその過程で、3棟全棟をできれば保存してほしいという広島市のご意見というのは当然お伺いをしているところでございまして、それを、この度、市長が改めてご発言されたということだというふうに受け止めているところであります。で、市長のご発言を受けて特に広島市に対して何か特別な返答をしたということはありません。で、県としては今パブリックコメントを募集をしておりますので、そういった中での県民の皆様のさまざまなご意見もしっかりと受け止めて、でこれまで研究会を通じて市や国からご意見もいただいていますし、今申し上げたように平和あるいは建築といった分野の専門家関係者の方々のご意見で、経済性への影響、こういったことを総合的に考慮しまして、引き続き国、市の関係者のご協力を得ながらですね、ふさわしい保存利活用について、財政も含めて検討を進めていきたいと考えているところであります。では、これについては質問はありますでしょうか。中国新聞樋口です、まずですね、広島市との話で言いますと、広島市は県の本の最後の今回の案を出される前の最終協議のところにですね、かなりその3棟全部残してほしいというのを繰り返し伝えられていまして、それを今回の行政トップが改めて、言われたということかなと思っているんですけども、非常にその協議録の中では知事もですね、やっぱり知事その3棟全部残したいという思いがあるという発言も県の県側からあってですね、知事の中にもその平和の発信という意味でやっぱりその残したいという思いがあるんだな、だんだんというか改めてその分かったんですけども、結局ネックになるのがやっぱりその非常に巨大ですから、お金がかかるとかそういったことだと思うんですよ、ね、でその時にじゃあ広島市がその3棟を残したいと言っているということであれば、具体的にその残すことについて、広島市残す可能性についてですね、例えばその資金の話とか、これまでも水面下では検討されていたと思うんですけど、今回こういうふうなもうお互いこうオープンな形に今なっているので、そういったことをこう表だって皆さんのこうなんて見えるところでですね、こう例えば協議していく可能性を探っていくとか、そういったお考えというのは知事のお考えないでしょうか。見えるところであっても、見えないというと変ですけどね、別に秘密にしているわけじゃないんですけど、実際に今回の協議 の、その様子というのは海事務所で、ご覧になったということだと思いますけれども、それは引き続きですね、国や市、国も含めて、市も含めてですね、ふさわしい保存利活用については、検討していきたいというふうに、考えています。そういう中で、市がどういうふうにおっしゃるのかということは、
があると思いますし、そもそも被爆建物の登録制度というのは広島市が設けて、おられた設けられたものでありますし、市長がおっしゃっているように被爆建物が減少して、その価値がですね、相対的に増しているとで、いうことなので、ということであれば、広島市においてもですね、既存の補助制度というだけではなかなか保存が難しいという現実もあるようにも思えるので、より積極的な保存策の打ち出しについてもですね、検討していただきたいなというふうには思います。そうですね、一番そのまさにその協議の中でですね、おっしゃったような積極的な保存に向けた検討っていうのを市の方でも、ね、進めてほしいというような類する意見が県の方から出てましたけど、例えばそうですね、やっぱりその活用ってところが気になると思うんで、ただ残すだけじゃ意味がないんで、やっぱりもし残すんだったらどう使っていくかっていうことだと思うんですけど、その知事が今おっしゃった積極的な保存策っていうのは、例えば、その市としてもこういうふうに使えるんじゃないかとか、こういった提案をもっと積極的にしてほしい、こういう意味。いや、そういう意味だけではなくて、その今のその財政面の話っていうね、補助制度を、今の補助制度っていうだけじゃなくて、さらにですね、そこは踏み込んだ、保存のための、財政負担っていうのもですね、これだけ規模建物の決定ということを踏まえると必要なことかもしれないなという、そういうことも検討して、いただきたいなという、ちょっと調べましたら、今市は確かに補助制度を持ってるんですけど、民間に対してのみが対象になって、県の被爆省というのはだから国の補助対象になりうるけど市の補助対象にならないということなんですよね。そういったところはやっぱり、例えばその県のものも、各建物として重要であるなら対象にするとか、そういった例えば、補助っていうのか、一緒に保存のためのですね、努力をしていくということかと思います。あと改めてですね、ちょっと言ってみるんです、やっぱりその保存、知事の思いとしても保存したいということはあったと思うんです。今でもあると思うんですが、その最大のネックというのがですね、保存に向けたネックが何なのかというのだけちょっと改めて確認いたします。これはですね、検討の過程の中で、この保存についていろんな考えが、あるんですね。で、安全性ということももちろん、ありますし、この、ご意見の中ではですね、今 VR を使ってっていうようなことなんですけど、それが新たな保存という考え方としてですね、ありうるんじゃないかっていうようなご意見も、ありまして、その方がこう中に例えば入っていけるとかですよ、それはどういう何と保存でもそれは同じかもしれませんけども、そういう体験だとか、あるいはその実感できるようなことがあれば、必ずしもそのときはないんじゃないかっていうようないろんなご意見もあるので、そういったことを勘案して、今こういう案というかですね、それをご提示をしているということです。だから何かがこのご提案になっているから、こういう案になっているということでは必ずしもないと。NHK 博です。先ほど国都市も含めて検討利活保存利活用を検討していきたいとおっしゃったと思うんですけど、これからもその国都市を含めた検討を続けていかれるということでよろしいですか。それは最終的にどうするかということですね。これはこの保存だけではなくて、その後のその使い方というかですね、そういうことも含めて、これは関係者でみんなで検討したり、ことですから、
それが、なんて言いますか、実際に最終的な形が決まって、それが出来上がって、それが運営されるまではですね、これはもう全国や市、を含めて、皆さんと、考えていくということだと思います。検討の形は、特に非公開でこういう協議でとかいうのは決まってるわけではないんですね。こういうことは、まあ、いろんな形でやっぱり検討していますので、はい、先ほどもちょっと質問であったんですけども、その去年の6月の協議の段階では、知事は3棟保存したいと思いだとおっしゃっていう記述があったんですけども、その思いは変わっていらっしゃらないのか、まあ、変わったとしたらいつどういうタイミング、まあ、何があって変わったんですか。私個人の思いを述べてもしょうがないと思うんです。ですから、まあ、今のこの保存とか利用とかのこうあり方相対、まあ、どこにどういうお金をかけていくのかということも含めてですね、それこそ無尽蔵に、お金をかけるんであれば、すべてのことをやるとかね、いうこともあるわけですけども、でも、まあ、地元のこのへのインパクトっていうか、そういうこともありますし、そういういろんなご意見がある中で、まあ、今の案になっていると、こういうふうにご理解をいただくのがいいんじゃないかというふうに思います。